まず今さっきも申し上げたように日本で起こった史実を題材に、何より僕にとってはジョニー・デップさんという役者さんが、僕は機会があればぜひ一緒に仕事をしたいなと思ってた役者さんの一人なので、その人が日本で映画を撮るっていうことの印象の方が一番強くて、でしかも脚本を読んだ時に、もちろんそれはすごく大事なテーマを扱ってはいるんですけれども、何よりその彼がやる主人公のユージンという実在のそのカメラフォトジャーナリスト、それの彼のそのあのキャラクターの内面がすっごくちゃんと描かれていて、その彼がフォトジャーナリズムというものに関わりながら自分の個人の生活を犠牲にしてまで一つ何かをやろうとしている、そこへ向かうその姿勢が今回のこの脚本の中にはすっごく強く出てて、なおかつそれが届いてくるという、だから史実を映画にしたということだけではなくて、むしろそこに関わってか、そこをその主人公がどんな思いでどんなふうに彼は生きたのかっていう彼の人生の物語っていうふうに僕には読めて、それがすごく感動的でした。実際のジョニーさんと一緒になったら本当にチャーミングな人だし、もういろんなところに対する彼自身のこの気遣いがそのまんま、ある意味友人という人を、僕は実際は知らないですけど、実際の友人は知らないですけど、あのフォトジャーナリストはものすごくこれと決めたら動かない強さももちろんあったでしょうけど、やっぱり人に対してのあのチャーミングさと優しさみたいな、人に対する優しさみたいなのを絶対持ってたと思うんですね。とっても楽しかったですね、アンドリューとの仕事は。彼はやっぱりまず僕たち俳優のパフォーマンスを先最初に見てくれて、それからいろいろどう撮るかを考えてくれるので、そういう意味では非常に一緒に仕事をするという行為が楽しくもあり、やりやすくもありました。ジョニー・デップが世界に伝える衝撃の感動作、心に傷を抱えた世界的写真家ユージン・スミス。 I don't have to do any more things. People need help. There's a company in Japan that's been dumping their toxic waste into the sea. We need global attention. We need you. It's gonna be as much of a story as the story itself.They are the parts per million relative to the greater amount. You're not afraid to touch me. Why would I be? 苦難に立ち向かい結ばれた人々の美しい絆。So that I can help to fight your fight. 彼が映し出した希望の光とは、皆また。